成長成長成長えぐい。かつ自分がいなくても全然仕事って回ってて、まあそういうところで貢献が感じられにくい。いやでも支給品がえぐい。支給品がえぐいです。いろいろ支給されるよ。どうもこんにちは、旬デリメンバーの稲山です。はい、新卒1年目で IT 企業でマーケティング職に従事している星です。はい、食品メーカー1年目の大塚紀穂です。はい、ということで今回は元妊産卒メンバーのお二人で大手企業成長できるのとか、どんなメリットあるの、どんなデメリットあるのっていうところを、まあ、ね、ほりはほり聞いていけたらなと思っております。もう二人今大手企業の10ヶ月勤めてると思うんですけど、ぶっちゃけ後悔してますか、それとも納得してますか。じゃあ納得度をパーセンテージで書いてください。むずいな、確かに。あ、今入社してる企業で何パーセント満足してるか、うん、せーの、90と100。あ、じゃあ一応先にホスさんのその 100% の理由聞いてもいいですか。まあ、僕がやりたいことができてるっていうのは、やりたいことができてる。例えばこう成長したいとか、こういう仕事がしたいとか、そういうのが 100% できてるから幸せ。まあでもたまに忙しすぎたりとか、まあなんでこんな面倒くさい業務いっぱいあるんやろみたいなとか、まあ先輩怒られたりしたらやめようなるけど、納得感で言ったら 100% です。うん、最高っすね。キーさん 90% じゃないですか、うん、どうして 90% なんですか。前提、私も結構 100% よりではあるんだけど、はい、なんかまあ多分私が大学生の時それこそインターンしてきて、うん、ダイアリーの人とか自己研鑽したいとか、まあ、スキルアップしたいみたいな人を見てきたからっていうのもあると思うんですけど、やっぱり大企業って、まあ、そういう思考の人はそこまで多くなくて、ゆっくり楽しくのんびり働きたいみたいな人がやっぱり大多数なんですね。まあそういうところでなかなか刺激は受けられない、プラスあとはまあ実際にその私イコールなんとかみたいに特筆できるスキルみたいなところは身につけることに時間がかかるのかなっていうふうには思いますね。まあじゃあ2人ともおおむねやっぱり満足してるって感じなんですね。いや満足でしょ、はい。じゃあ一番のメリットを挙げてもらっていいですか。でかい企業に入ることの一番のメリットはそれぞれ何だと思うかをちょっとお願いします。せーの、ホスさんが大企業を中から見れる、はい、キーさんが影響力の大きさ、うん、なるほど。じゃあホスさんからいいですか。大企業を中から見れるって具体的にどういうことですか。これめっちゃいいのが、はい、自分が将来何になるにしても、例えば僕とか、大企業そのままいるかもしれないし、スタートアップでいくかもしれないし、個人事業者やるかもしれないし、分かんないですけど、ただ結局日本のお金の動かしの基本大企業、9割大企業なんで、どこに行ったとしても大企業と仕事するんですよね。って時に大企業の中から知っておくと、あ、こういうところでつまずくんだろうなとか、これ大変だよなとか、そういうの分かってたりとかすると全ての仕事がスムーズにいくっていうのがあって、その点で僕は入社する前も言われたんですけど、その年上の方に今入ってみてそれを実感してよかったなと思ってます。あ、それが一番良かったんですか。いやなんかむずいよね。でもその自分の会社だったらいっぱい出てくるけど、その大きい企業っていう枠で考えた時にこれかなっていう、はい、あ、じゃあ自分の会社だったらどんなことはあります。成長成長成長えぐい。なんかやっぱりベンチャーとかの方がなんか成長できるみたいなイメージが勝手にあって、うん、なんか大企業だと、時間で言うとやっぱりその残業時間が限られてるとか、うんうんうん、あとは丁寧な仕事をしなきゃいけなくて、うん、資料をちゃんと作り込むとかそういうことが多い気がするんですけど、そう成長できました。いやもう稲が今言ってくれたように、はい、資料を丁寧な資料作るとかめんどくさいんですけど、そういうのってスタートアップとかだとなかなかできないんですね、誰もやってないから、うん、はい。でも結局それこそさっき言ったけど、大企業と仕事するときに丁寧な資料もできない人ってそもそも信頼されないみたいなところがあって、じゃあそういった面でも成長っていうのができるし、シンプルに具体的技術みたいなところも聞く人がめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。でいろんな人に聞いて、そこでもうみんな社内の人とか教えてくれるから、もう聞きたいこと全部社内にあるみたいな。あ、それめっちゃいいっすね。で僕は今すごいマーケターになるみたいなのあるんですけど、全部できてるし全ての情報が手に入るみたいな。最高の環境じゃないですか。めっちゃいいよ。ありがとうございます。じゃあ次キーさん、影響力の大きさ、はい、2つ側面があって、はい、まず1つ目が個人的なところで、2つ目が会社的なところです。で1つ目の個人的なところに関しては、自分が持ってる金額が大きいなっていうふうに思ってます。たかが1年目とかでももう何億とかのところを、範囲として見てたりだとか、予算立てたりだとか、なんかそういうところができるってところで、なかなかそういう規模の金額をね扱うこともないと思うので、
まあ、その動かす金額の影響に驚いてました。であとは会社って側面の方だと、まあ、2C ってところもあるとは思うんですけど、まあ、その会社の製品をお客さんに楽しんでもらってるみたいな時に嬉しさ感じますし、あとはなんかまあスポンサー系とかこういうところでつながってるんだなとか、まあ、CM とかなんかそういう風に目にする機会が多いとやっぱり自分の仕事が結果的につながってるんだなみたいな嬉しさは感じるかな。うん、なんか最初は研修してあと社員の人が教えてくれるとか、 なんか結構教える時間に使うのかなみたいなイメージあったんですけど、最初から結構重なさったりとか。俺はそうですね、はい、僕はそう。失敗したとしても、はい、なんか失敗を取り返せる仕組みがあるというか、ちゃんとそもそも失敗しない仕組みになってたりだとか、はい、なんかそういうところが、まあ、あるっていう前提ではあるけど、この学生の身からしたらそのめちゃくちゃ大きな金額扱うけど、うん、会社から見たら、まあ、大事ではあるけどそこまで大きな金額でもないし、うん、それを取り返す仕組みもできてるとか、うん、から失敗しやすいから、確かに失敗しやすいのか、また成長サイクルもある、はい、まあじゃあメリットはその他なんか特筆したメリットとか、入社してから気づいたメリットとかあります？入って気づくんですけど、大企業は同期がめっちゃ多い。入ってから気づく。入るまではさ、なんかさ会社の特徴とかさ、どういう待遇かに目が行くじゃん。やっぱどういう成長ができるか、はい。でも入ったら同期がいて、今はもうなんか会社辛い時あんのよ。やっぱ同期が話しかけに来てどうみたいな。でちょっとさ5分ぐらい喋るともう回復する。えぐい。わかる。えぐいよね。だからその人数で仲良くなれんのかなみたいな。そういうなんか不安というか心配はあるんですけど、2人とも仲良くなったんですか？全員とはなれないけど、なれる。なれる、うんうん。どういう流れで仲良くなったの？僕は研修っすね。まあそもそも大前提に似てるのよね。まあまあ採用基準あるから多分。似てて、でその上で誰かがやっぱ仲良くなろうっていう会を開いてくれたりとか、人事が開いてくれたりするから、そういった場でもう自分が好きな人とだけ仲良くしとくと勝手になんか広がっていくみたいな感じになってました。私も似てるかもしれない。まあ誰かが飲み会開いたら参加して、でそこで仲良くなったりだとか、あとはもう多分同期っていうそのラベルだけでみんなもう繋がれる。みんなやっぱ大変だし、なんか1年目で緊張してるし、はい、みたいな、もう多分そういうところでもう親近感をもともと持ってて仲良くなるよね、必然的に。必然的になる。まあ、入社して感じた一番のデメリットを書いてもらっていいですか？なんやろな。これでもさ、これめっちゃ面白いのあるわ。1個そうだね。これマジデメリットめっちゃ気になるわ。はいはい、あざす。そしたらじゃあ大企業に入社して、まあ、感じた一番のデメリット、せーの、バッ、星さんが安定と働きやすさ、まあ、それがデメリットなんですね。デメリット、キーさんが貢献が感じられにくい、うん、ちょっと今度キーさんからいくんですけど、貢献が感じられにくい、うん、一緒だわ同じ内容、はい、内容ちょっと似てる。貢献が感じられにくいっていうのは、はい、さっき金額規模が大きいみたいな話をしたと思うんですけど、はい、億単位を扱ってるとはいえ、本当に会社全体で見たらその自分の業務ってなると本当に一部、うん、でかつ自分がいなくても全然仕事って回ってて、まあ、そういうところで貢献が感じられにくい。まあベンチャーとかだとね、なんか自分で動かしてる感みたいなのは、はい、手触り感みたいなのあります。そういうのはあるけど、大きいからね組織が、うん、そこはちょっと違うのかなっていうふうには思います。確かに、うん、星さんも同じような内容ですね。めっちゃ分かるしほぼ 2、3位ぐらいの内容で、安定に関してキーちゃんと同意みたいなのがあって、はい、これ安定しすぎてて、例えば会社がどうなろうが仕事どうなろうが絶対給料入る。あし、そうだね、会社も詰めない、だから自分ごとができないみたいなところに加えて、働きやすいんですよ。働きやすいから、まあじゃあ例えばリモートワークしてるとかフレックスタイム制だったりとかになると、人との関係とかも全然ないし、悲しい寂しくてしゃない。だからごめん、今2つみたいになっちゃったんですけど、うん、ですけど、まあ、安定してるから自分ごとができないっていうのと、あと働きやすいから働きがいがないみたいなところがあります。これはどうしようもないんですかね。その大手でかい企業だからこそ自分の貢献とか役割がちっちゃく見えちゃうっていうのは。いや俺これね、はい、答えがあって、大企業に所属しながら規模の小さいサービスに行く。あーなるほど、賢い、賢い。規模ちっちゃいとこに行けば、大企業の恩恵を受けながら、規模ちっちゃいから人はあんまりいないとか足りてない、会社としても重要視しないから、はい、でも伸ばしたいみたいな感じで、ちょっとベンチャーっぽいのができる。それめっちゃ答えですね。これ答えなので、満足度 100%。 あーなるほど。
この大手企業だと配属ガチャあるとか、なんか入社後のギャップありました？僕はあったっすね。ああ、キーさんありました？うん、じゃあちょっとどんなギャップあったか教えてください。じゃあ当たり前なんですけど、仕事が丁寧なのに仕事は多い例えば、いやそこをそんな細かくやるみたいなところをもうちょっとのことでも一個一個突っ込まれるから、もう仕事が丁寧になる。ああ、なるほど。さらに言うと、だからそうですね、何か新しい人がこういうのやりたいですってなっても、じゃあこれってどんぐらいさ情報集めてきたのみたいな、どういう情報があるの、そのデータどっから取ってきたのとか、スタートアップだったらさ、これ多分いけそうっすみたいな、終わりじゃん例えばさ、ショート動画とかさ、その日に企画したものをその日に撮ってとか、はい、その日公開なんてありえるじゃん、はい、もう6ヶ月とか全然、うん、半年ぐらい、6ヶ月とかかかるかかる。確かに。キーさんどんなギャップありました？なんか思った以上にシステム化されてるなって思って、それがびっくり。まあ、あの他の会社に関してはわからないけど、マイクロソフト製品の同期すごいし、メールとカレンダーともうパワポと、うん、Excel とも全部紐付いてるみたいなところだったり、はいはい、なんか Excel とかも一つ入力したら全部もういろんなシートに繋がってるとか、あとはなんかその社内だけのウェブサイトっていうのかな、なんて言うんだろう、あ、それね、あ、それ俺もわかるわすごいよね、すごいよね、すごい。なんか Google みたいな検索のやつがあるんだ、社内バージョンであるみたいな、うん、あるあるある。でそこに社内のニュースとかがまとまってて、はい、そういうところに集約してるのがすごい面白いなって思って、いやすごいよ、それ確かにすごいですね、うん、福利厚生がやっぱ最強なイメージあって、はいはい、それはやっぱ最強でしたか？俺はゼロ。ゼロ？ほぼゼロ。そうなんだ。ほぼほぼない。エッキーさんはありますか？あります。あのどんな種類のものがあるんですか？まあ、分かりやすいのだと住宅手当だとか、はい、結構手厚いなって思ったのは健康に関わるもの、例えばなんか人間ドックとか、はい、健康診断とか、なんか病院行かなくても、はい、もう全部来てくれたりだとか、あとそうインフルエンザのなんか集団接種とかもなんか来てくれて、で安く受けられるとか、なんかそういうすごい細かいけど手厚いところはめっちゃありがたいなって思う。めっちゃあるわめっちゃあるわ。いやでも支給品がえぐいよ。支給品がえぐいです。いろいろ支給されるよ家で仕事をするために必要だったら何でも、あーリモートワークのためのとか何でも、めちゃめちゃあるじゃん。モニターとか Wi-Fi とかマジ、パソコンとか携帯とか、めちゃくちゃあるやんけ。全部あと全部最新モデル。全部最新モデル。そうそうそう。とりあえず福利厚生めちゃくちゃちゃんとしてる。だから家賃補助とか、まあ就活生はそこら辺になるけど、まあ、それよりももっといろんな手厚いサポートがある。確かに。あの、その、あれ、文字じゃ表現できない福利厚生めっちゃある。まあ、ということで、まあ、大企業の、まあ、良さと、まあ、悪さとかギャップ、いろんなこと聞いてたんですけど、まあ、大企業って一括りにくくるのも、まあ、危険だけど、大きな企業は今日話してくださったみたいな傾向があるってことで、まあいい場所ですね、うん、はい、ということで、まあ、この動画が大企業行く人もベンチャー行く人も参考になったら幸いです。ということでお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した任用ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。